What's up, everybody? どうも、ホームゲームのアキラです。いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではですね、帽子を通して様々なカルチャーをご紹介していくチャンネルとなっております。また、時々ですね、ゲストもお呼びしながら、幅広いですね、その皆様に、帽子の魅力をお伝えできればというふうに思っております。この機会にチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。さあ、本日は、久しぶりとなりますが、都市伝説スペシャルをご紹介したいと思っております。都市伝説といってもですね、まあ、いろいろ世の中には噂が溢れておりまして、この帽子界でもですね、絶対こうだとは言い切れないんですが、もしかしたらそうなんじゃないかと噂されている、まあ、そんなですね、今回はネタをご紹介したいというふうに思ってるんですけれども、そのネタというのがですね、別注を作るにあたって、まあ、こういうお店だったり、そのアカウントを持っている、ところがですね、ニューエラに相談をして、色だったりとかパッチを選ぶわけなんですけれども、その中にはですね、実はこう、禁止されているというか、オーダーできない内容のものがありまして、その具体的に何ができないのかというと、例えばアメリカで NBA、NHL、MLB、こう、いろいろですね、三大スポーツ、あと NFL か、もありますね。この四大スポーツが、有名なんですけれども、それぞれ、チームカラーというものがありまして、これはまあ日本でも、野球だったりバスケだったり、いろいろサッカーだったりとかですね、もちろんあると思うんですけれども、皆さんがこの知っているイメージができるカラーリングだと、自分がですね、この被っている LA ドジャース。このドジャースっていうのは、このロイヤルブルーに白ですね、白のロゴ。っていうのが、鉄板。まあ、もちろんそのチームカラーになってるわけです。で、ヤンキースだとネイビーに白ロゴ。そして、メッツだと青に、オレンジっていうふうに、まあ、それぞれ決まってるわけなんですけれども、これがですね、例えば、チームを超えたりとか、あとは、同じリーグ内、同じスポーツの中で、違うチームでですね、その色をやりたいとなると、まあ、別注ならではの面白さではあるんですけれども、実は、そのルールを超えることはできないんじゃないかというふうに言われています。これあくまで噂なんですけれども、例えばなんですけれども、この前紹介した、この日本人選手に敬意を表した、このモデル、皆様覚えてらっしゃいますでしょうか？松井選手が、所属をしていた、まあ、ヤンキース、有名だと思います。で、彼がですね、一番活躍をしていた2009年のワールドシリーズのパッチがついているんですけれども、こちら、この色というのはですね、ヤンキースカラーではございません。で、この色で連想させられるのは、サンフランシスコジャイアンツ、こちらですね。こちらなんですけれども、これ、パッと見たときに、全く一緒です。ところが、これに関しては、この色味がちょっと違うので、あとはこの後ろにですね、日本の国旗がついてるっていうのがあって、この別注が、まあ、成り立ってるわけなんですけれども、このカラーリングとかですね、いわゆるパントーンって言われる、その色のですね、色味の、標本があるんですけれども、これ全く同じでオーダーすると、実はオーダーできないんじゃないかっていうふうに言われてます。であとは、これもですね、最近入ってきたやつなんですけれども、これ、先ほど、冒頭でご説明した LA ドジャース。ロイヤルブルーと言われるこの色に、こことここが白のロゴになっております。で、これも最近入ってきたんですけども、これニューヨークカスタムのヤンキースですね。これ、同じロイヤルブルーを使っております。ここがですね、シルバーになっているので、遠くから見ると、まあ、白にも見えなくはないんですけれども、ここが白ではなくて、同色ですね。ロイヤルブルーになっていて、まあ、サイドパッチがついている、ついていない。あとは、つば裏が違うっていうのが大きな違いです。で、この色味もですね、遠くから見ると同じなんですけれども、近くで見ると、青が若干違ったりします。この、ちょっと変えると、別注としては成り立つんじゃないかっていうのも、これ一つ、まあ、ポイントですね。そして、
これも結構似てるんですけども、これ以前にB ボーイゴーさんがデザインをしてくださったニューヨークヤンキース、まあデフジャムカラーインスパイアのヤンキースなんですけれども、こちら、いわゆるバーガンディと言われる小豆色の、赤ですね。で、こちらがですね、フィラデルフィアフィリーズ。で、フィリーズのオリジナルのカラーはこちらです。こちらなんですけれども、これもですね、同じ類のですね、小豆色を使っておりまして、まあこちらの別注はここをグレーにしているので、このオリジナルの白とは違うんですけれども、これもですね、まあパターン的にはほぼ一緒ですね。ただ、このサイドパッチだったりとか、あとはこのボディの色味が若干違うことによって、この別注というのが実現できるというようなところがあります。なので、結構別注もたくさん種類がある中で、これ、あれと同じじゃない?ちょっと似てない?っていうようなものでも、若干ちょっと変えることで、面白い別注。その、違うチームなんだけど、あのチームの色とかパターンが持ってこれるというような流れになっているというふうになっています。で、これもですね、例えば国とか、あとは地域によってもそのオーダーできる、できないっていうのもあるみたいで、僕らも正直定かではありません。これはもうニューエラの人、MLB の人にしかわからない真実がありますので、僕らあくまでこの推測程度でしかお話はできないんですけれども、別注たくさん種類があるので、ぜひですね、いろいろ探されたりとか、もちろん当店に来ていただいて、面白いものを探されるときにはですね、なんか YouTube でそんなこと言ってたなっていうのを、ちょっと思い出していただきながらですね、参考に、選んでみていただけるといいかなと思います。ちなみにこちらもですね、このカラー、これも最近入ってきたダイヤモンドバックスなんですけれども、このカラーリングって、NBA のフェニックスサンズのカラーなんですね。で、これも、その色だけで見ると、フェニックスサンズのカラーなんですけども、例えばこの紫だったり、あとは、ここにベージュを使ってるので、もろそのチームのカラーではないというところで、この別注が成り立っていると。で、これはフェルトのコラボのサンズですけれども、紫をベースに使っているので、またちょっと違うオルタネートカラーですね。チームカラーということで、これもこれで、成立をしている色になっています。で、これもこれで、まあ、ダイヤモンドバックスアリゾナの色味を表現した。かつ、違うチームの色もちょっと持ってきて、ミックスをしている、まあ、ハイブリッドな仕様の別注になっているということになっております。さあ、今回の都市伝説、いかがだったでしょうか?まあ、都市伝説といってもですね、もう本当にこれ絶対 100% そうなんですって言えないので、都市伝説としてご紹介したんですけれども、チームによって、リーグを超えてできるできないっていう、まあ、法則があると言われている、まあ、一部をですね、今回ご紹介していました。まあ、類似、酷似している、ものだからこそ、面白さが出るっていうのが別注の良さなんですけれども、その中でもですね、これはできるんじゃないか、これはできないんじゃないかっていうのがあって、もちろん、リーグとかその別注の内容によって変わるんですけれども、やっぱり歴史の長いですね、ニューエラなので、ニューエラが、まあ、その MLB に、確認を取ったり、NBA に確認を取ったりっていうのがあるみたいなんですけれども、まあ、真相はどこまでが本当で、どこまでが厳しくて、どこまでが許されているのかっていうのは、僕らも正直知り得ないところではあります。まあなんですけれども、その代わり、いろいろな別注が、ホームゲームでも毎週のように入荷しておりまして、まあ世界中で作られております。まあ、なので、本当にどんどんですね、探す楽しさはあると思いますので、ぜひ、今回の情報も参考にしていただきながら、このニューエラとか、あとはいろんな帽子の別注をですね、楽しんでいただければというふうに思っております。本日も、動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回もですね、こういうカルチャー系のですね、内容をお届けしましたけれども、また、次回もですね、面白いネタを持ってですね、ご紹介していきたいというふうに思っておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録と、そして高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。